博多祇園山笠ユネスコ無形文化遺産登録1号車には山下ひろと君が乗っています。運転手は田中雅美さんです。ホークス&アビスパ頂点目指して羽ばたけ2号車には松本佐藤さんが乗っています。運転手は大西重倉さんです。桃太郎号がやってまいりました。松尾根広さんが乗っています。運転手は中村泉さんです。ミュージアム号がやってまいりました。今さとし君が乗っています。運転士は上野博之さんです。電車移動車横浜飛行機号には岩佐修吾君が乗っています。運転士は黒木千春さんです。機関車東京号にはこの自動車6名のベテラン運転士と2名の女性運転士が交代で乗務しています。そして今年もどんなところがパレードするこの自動車に小学生18名とをご紹介しております。もちろん運転士は無事故無違反の有料運転士さんです。